まうさあ、ご覧いただきましょう。回るわけないね。いますよ。はあれ、あ、すごい回ってるよ、みんな。今日はですね、お二人になんと、奇跡の超能力者という方をお呼びして、その超能力が本当なのか、偽物なのかをジャッジしていただきたいと思います。もちろんです。さあ、それではお待たせをしました。お呼びいたしましょう、奇跡の超能力者さんです。どうぞ。よろしくお願いします。物心ついた時にはスプーンを曲げておりました。そうなんですか。はい、曲げようと思って曲がらなかったことはありませんので、おや、今日も大丈夫だと思います。言いましたね。あ、そうだ、スプーンといえばね、僕らもちょっと不思議な現象この間発見いたしましたよ。ご覧いただきましょうね。でしょ、これペットボトルね。ごく普通のペットボトル、はい、それにこのスプーン出ました。はい、そしてスプーンの重力に触らせてくれました。すごい、なんだこれ、何回でもできちゃう。みんなね、ワイヤーね、ワイヤーじゃありませんよ。ワイヤーどこにあったの。よく見てください。ワイヤーどこにあったの。よく見てください。ただの糸ですよ。ワイヤーではない。このスプーンでございますが、このスプーン、その他さんに使っていただく道具のすべては、我々ナポレオンズがわざわざデパートへ行きまして買ってきたもんです。そうです。だからもう一切間違いありません。はい、いや、もう本当全然ごく普通のスプーンです。ちょっとね、華奢な腕で申し訳ないんですけど、ちょっと力を入れて曲げてみてもらえます。絶対曲がらないです。はい、それでは始めます。全く手のひらとスプーンはくっついておりません。お、2、30センチ間が空いております。そしてもうすでにスプーンの方が曲がってまいりました。もうすでにこれは45度ぐらい。あ、一気に来ました。一気に来ました。スプーンが一気に90度曲がりました。硬いままですね。どうぞ。本当だ、この曲がったところも硬いんですよね、まだね。じゃあ、あなた。はい。それから、一番後ろの彼女。今の5人と交代してください。はい。僕が先ほど見せたような力は、本当は誰でも持ってるものなんです。そして、特に子供の頃はそういう力が出やすいんです。だからみんなは自分が持ってる力を使ってスプーン曲げで遊んでみようね。いいですか。はい。2つの玉は両手を伝わって自分の指先に移動していくようにイメージしてください。自分の指先まで玉が行ったら、その玉をスプーンに入れてください。見せてくれるかな。ご覧ください。ほら、すごいね。すごい。この力を平和のために使えば、戦争を止め、飢餓をなくすこともできます。世界の平和は君たちの世代にかかってます。今度はこのスプーンを立ててしまいます。つまり一切スプーンに手を触れないで、このスプーンが本当に折れるんでしょうか。はい、それではみんなの力を借りたいと思います。自分の好きな色の玉をイメージしてください。そのイメージの玉をこの手に移動させてください。さあ、イメージして。そう、みんなのパワーを感じます。純粋で美しいパワーです。どんどん集まってきてます。
よく見せてください。